ぞ、よし。よし、いいぞ。オッケー。こんなの触れない、怖くて触れないですけど触れたい。これ出てきたぞ。出てきたよ。かわいい。怒ってる。次は高録に挑戦ですよ。お姉さんのタクトに合わせて可愛らしい歌声聞かせて
おびれの引き方、動かし方が違っているんです。片側、体に対して縦についたおびれを横に振って泳ぎますが、イルカコの後ろ、体に対して横についたおびれを上下に振って泳ぐんです。この泳ぎ方はドルフィンキックと呼んでいまして、約40キロのスピードや華麗なジャンプをこのおびれの力を使うことによって見せてくれているんですよ。はい、では僕らも走り大きな体を見せてくれました。さあ、今度は普段なかなか見ることはできないイルカコたちとお腹側をご覧いただきたいと思います。ゆっくりとお腹側を見せてくれました。これは見えている背中側と違って白っぽい色をしています。また私たちと同じ哺乳動物の仲間ですので、お腹の真ん中には水槽があります。女の子のイルカには大きなおっぱいがありまして、生まれたばかりのイルカたちはお母さんからお乳をもらって大きくなっていくんですよ。さあ、そしてイルカたちの体の色をご覧いただきますと、お腹側は白く、背中側は黒い色をしていますね。さあ、この色に真っ赤になった理由があるんです。さあ、これは周りの色しっかりと重たい体を持ち上げて、水色のボールの高さまでジャンプすることが